ピペリレンは、揮発性で、可燃性の炭化水素の汎用名。5つの炭素差から構成され、2つの二重結合を持つ次元の一つである。機械生体として、シス体とト,トランス体が存在する。IUPAC 命名法に従い、1、3、ペンタジエンとも呼ばれる。ピペリレンは、カリウム、タートブトキシドなどの塩基の存在下において、1、 三部ジエンのジメチルスルホキシドによるメチル化により得られる。この製法ではおよそ80%のトランス体と20%のシスタイが生じる。他の製法としてアセトアルデヒド、アクロレイン、もしくはクロトンアルデヒドなどのウィッティヒ反応によっても得られ、この場合は終率及びシストランス選択性は様々な要素に依存して変化する。あるいはホフマン脱離を用いて、 ピペリジンを多重に、メチル化した後にトリメチルアミンを脱離させると1、4、ペンタジエンを得るが、反応条件によっては異性化により、ピペリレンを得る。さらに、水蒸気解質により、原油からエチレンを製造する際の複製生物中の C5 硫分を生成することによっても得られる。ピペリレンは、無色の液体である。ピペリレンは、例えばに、 メチルフランなどの他の化合物の製造に用いられる。また、プラスチック、接着剤、樹脂を作る際のモノマーとして用いられる。特に近年は、ピペリレン誘導体が封筒、小包、おむつのテープ部などに用いられる接着剤として、世界中で使われている。セーフティーデータフォーパイプレリーン、リリーブの2007年11月14日、C、シャットン。 ビトラグツア・ケントニス・デピペラーデンズ・イン・ベレクト・デア・ドイチェン・ケミス・ケン・ゲゼルシャフト 15-1882S421-427 ドイ -10.1002 クバー188億2015万186ハザーダス・サブステンセス・データバンク1サンペンタジエ2012年10月13日閲覧ジェローム・トーマス・クレス The Investigation of Factors Influencing the Stereochemistry of the Wittig Reaction University of Florida This 1965 Alberto Gozwa Piperilen P255 Google Books Structure Unto Rafety by Tot There By Marekul URL イコールの値が不正です John Wiley and Sands P255 ISBN3 から90639029からに、ABCL Chemicals パイプレリンプロダクトオーバービューハット http コロンスラッシュ msds.cagm.ox.ac.uk スラッシュパイスラッシュ piperylene.html アットシグマアルドリッチ CO トランスクリプション -1 サ三ペンタジーント 2015年7月22日閲覧。パイプレリーンアーカイブド2009年5月13日。アットザウェイバックマシン。アットシェルケミカルズ。リリーブド2009年5月19日。ありがとうございます。